はい、こんにちは、こんばんは、青井です。今回プレイしていくスマホアプリはこちら。ゲームブック風味ゲーム、少年冒険、ザ・アドベンチャー・オブ・ボーイイエーイなんかすごい懐かしい、うん、ロゴ、うん、タイトルですね。はい、こちら、数少ないゲームブックアプリとなります。何やらちょっとスクショとか見たんですが、懐かしい雰囲気で、ちょっとコロコロコミック、 僕の付録にありそうな、えー、とゲームブックの小冊子みたいなイメージなんですよね。この絵のタッチとかね。すごく雰囲気はいいですね。さあ、早速始めてみましょう。お、チュートリアルから。行きましょう。はい。次の選択肢を選んで物語を進んでいきます。次のページ進むや、数字ボタンをタップして、進みたいページ番号をセットします。あ、自分でページを指定する感じ で、セットしたら、えー、と、次のページへ進んで、前のページに戻ることもできる。あ、タイトルに戻れる。場合によっては次のページ番号が明示されない時があります。その場合は、思い当たる番号を入力すれば道が開けるかもしれません。推理する要素があるという感じかな。それでは下のボタンを押してゲームを始めてください。よしなんかワクワクしますね。ん 深い森に佇む古代の遺跡とそれを望む一人の少年。彼がこの物語の主人公です。112へ進む。112ページへ進みます。お、<laughs> ページめくってる感がありますね。ザザッ。偉大な冒険家を父親に持つ少年。古代遺跡に眠るという伝説の冠を狙います。おう。321へ進む。指定して、進む お、ガササってね。しかし、彼には致命的な弱点がありました。100ページへ進む。はい。彼、本当はただの引きこもりの少年で、冒険なんて大嫌いなのです。あ、鳥に怯えて逃げちゃったしかし、冒険家の厳しい父親に家から無理やり追い出されてしまいました。なるほど。家に入れてもらうには、冠を持ち帰るしかありません。スパルタだね。 奇妙な鳥が見守る中。あ、この鳥ね。臆病な彼の冒険が始まります <laughs>。ちょっと主人公っぽくていいね。ぜひあなたの手で成功させてあげてください。お23ページから冒険を始める。オッケー。お、遺跡の入り口にいます。1、意を消して遺跡に入る。1、2、1、怖いので家に帰る。あ、ちょっとボケてみる <laughs> こういうのも見てみたいよね。はい帰ろう帰ろう。あ、お父さんこれ。メキ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 あ、なんかニンテンドスイッチ叩き割ってないあ、引きこもってゲームばっかしてるからめっちゃ怒られてる。遺跡に入りもせず帰ってきた彼を見て、彼の父は激怒しました。そして彼のゲーム機をすべて粉々にしてしまいました。あー。残念な音流れた。うん。あ、これで戻れるんだ。 あ、直前まで戻れるんだね。えーと、遺跡の入り口にいます。じゃあもう、素直に、行きましょう。意を決して、遺跡に入ろう。戻れませんからね。冠手に入れないと。入り口に女の子が倒れています。おーお、1、2、2、人見知りなので無視する。<laughs> そうだね。引きこもり、うん、引きニートだから。ちょっと。ニートっていうか、まだ、子供、うん、少年なんだね。 無視しちゃおうか、とりあえず。頑張って声をかけるのはまだ無理だろ。1、2、2。無理無理。あはっ。えっと、わざわざ。か弱い女の子を無視するんじゃないわよ。突然飛び切り、ひ弱な彼は一発で伸びてしまいました。意識が遠のく中、彼は女の子に話しかけられたのが初めてだったのを思い出しました。なるほど。ワン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 うん。さあ。ちょっと、ボケるのやめましょう。 330ページで飛びましょう。頑張って声かけましょう。うん。声をかけても反応がありません。3、2、2、あ、ここに飛べということだね。地面に何か書かれています。指定されてないから、こういう場合は。それだと思われる数字を入れるってことだね。行こう。合 <laughs> 格よ。ちゃんと頭が使えるよね。まあ、それぐらいはな。 どうやら女の子は気を失ったふりをしていたようです。おちょっと試されてたあなたも冠を探しに来たんでしょなんか絵柄がすごくいいですね。本当にコロコロ的な。あなた頼りなさそうだし、よかったら協力してあげてもいいわよ。お。なぜ <laughs> お父さんが使わせてくれたのかな私、頭使うのとか苦手だから謎解きとかよろしく。脳金少女彼に選択肢はないようです。 ここからは女の子が同行します。お。女の子に話しかけたいときは、サブウィンドウを開いて、女の子のアイコンをタップしてください。ヒントがもらえることもあるようです。いいですね。早速話しかけてきてもいいわよ。お、じゃあ、これあ、アイコンありますね。早速私に話しかけたわね。何か気になったことがあったら、あんたに教えてあげるわ。いいね。あと別の行き先に心当たりがあるなら、って言葉が出たら、 選択肢に表示されていない行き先があるってことよ。覚えておくことね。よっしゃ。行きましょう。まだチュートリアルは終わってないのかな大きな広間に出ました。正面に閉ざされた石戸と3つの通路が見えます。いいですね。正面の石戸を調べる。緑、青、赤の通路へそれぞれ進む。感じだね。じゃあ、面倒くさいこといいんだけど、いきなり正面行ったろうか。<laughs> はいおー、なんかすごい <laughs>。謎解き要素が出てきた。石戸は閉ざされています。石戸の前には何かが刻まれた石碑が置いてあります。うん。なんかわからんわけね。心当たりはないな。よし。わっ。謎解きよ、これ。謎解き。しかも私の嫌いな算数みたいな絵が描いてあるし。あ、これメモっといた方がいい こういうのを見ると頭痛くなるよ。あ、僕もそうですよ。意味がわからないなら後回しにしましょう。まあ、そりゃそうだね。ちょっとメモっとく、これ。えー、っと、四角かける、あ、これカッコ閉じるだね。カッコ、丸プラス三角カッコ閉じるかける数式なんだね。で、また四角。はい、一応メモっときましたけど。これは戻るしかないね。 なんかいろいろ記号が出てきましたけど。はい、じゃあ、三つの通路行きましょう。えー、っと、とりあえず、左行きたいな。青、青のところ行こうか、じゃあ。101。行こう。ひんやりとした通路に出ました。正面に閉ざされた扉。両側に部屋の入り口があります。じゃあ、もういきなりやっぱさっきみたいに、正面行った方がなんか、わかりやすそうだね。 正面から行ってやらあ、また同じ感じ石戸は閉ざされています。うん。またこれもメモっとく石の前には何かが刻まれた石碑が置いてあります。うん、ちょっと女の子に相談してみよう。あ、これはあれよ。謎解きよ。いや、それはわか,かってるわ。左側の絵が意味するところはあ、なんか書いてあるね。うん、なんか近似地みたいな。なんかそれに近いみたい。どうやら似たような 二つのものには間違いがあるってことみたいよ。間違いがある。ちょっととりあえずメモっとくけど。うん。で、真ん中にスロットみたいなやつがあって、左から、ええー、と、なんだろうね、これ。うん。間違いがいくつあるかがポイントかもね。間違い探し的な右側の絵は鳥、あ、鳥か、これ。女性冠かしら。うん、一応適当に書いとく。うん。 あとはあんたが考えなさいよ。納金少女。私はもう考えすぎて筒がするわ。とりあえずこれ戻りましょう。さっきの扉を。うん。左の通路で先入ろうか。じゃあ、2、2、1。面白くなってきたな。意外とね。うん。あ、これさっきの書いてあったね。左側に書いてあった。えー、っと、なんだろうこれ。湿めっぽい小部屋です。 正面に壁画が置かれています。天井から鳥の羽ばたきが聞こえてきます。鳥の羽ばたきとりあえずこれメモっとくうーんー、なんか、どうしようかな。これとりあえずスクショ取っとこうか <laughs>。あ、取った。よしゃ。33で見上げるちょっと複雑になってきたな。あ、あの鳥だ。あの、ビビらした鳥。天井の崩れた部分から、 一羽の鳥がこちらを見下ろしています。二人ともこんにちは。それとも初めましてかのそこに描かれているのはかつてこの地にあった国の王女様じゃ。カモリの力で映画を誇っていたかの国も現在ではただ深い森と風に身を任せるのみとなっておる。カモリを探すならまた会うこともあるじゃろう。なんかお腹になんか書いてあるね。あの、麻雀のパイのピンズ、ピンズの一番左側に りャ,ャンピンが書いてあるね。りゃ、りピン。で、他の二つが空欄になってる。一応書いとくけど。リャンピンが書いてある。左にリャンピンね。まあ、とりあえず戻るしかないね。これはさっきスクション撮ったし、やっぱ戻るしかないね。うん。これ、戻る。で、今度は右側の扉に行っちゃおうか。113ね。1 3 <laughs> システム的に面白いですね。あれさっきと同じ違うさっきの言ってた間違い探し的なやつかなこれもちょっとスクショ取るかうん。ちょっと待って。女の子に聞いてないな。鳥と女性の冠かしら三つの壁画は積み重なってるわね。それぞれで何か意味があるのかしら あちょっとさっき撮ったスクショをちょっと見比べてみますね。あ、違うわ。マジ違うよ。えっと、上の冠は、この、あの、三角のところがちょっと逆になってるんですよ。で、えっ、ー、と、鳥は、鳥、鳥は、あの、土砂間のところが違うね。えっと、あと、眉毛、眉毛が書いてあるね。 これ、間違い探しの数ですかねこれ。じゃあ、えっ、ー、と、冠は1個、鳥が1個、えっ、ー、と、じゃこの、女王様は、あの、頭の飾りのところがちょっと違うね。1個。他にはないないっぽいね。うん。オッケーで、 やっぱり、ちょっと正面にもう一回行ってみるちょっとなんか、なんとなくわかる感じしません、ね、あ、わかったってことは、この、鳥、王女様、鳥、女王様、冠で違うところを探すってことだね。わかった。鳥は二つ、鳥二つあったね。え、これ合ってるかなこれ。で、女王様が一箇所間違ってて、冠も一個。これで21、211。 石とが音を立てて開き始めました。奥の部屋に輝く宝玉が見えます。合ってたんじゃね ?233。宝玉を手にする。お、どう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 あんた何ドヤ顔決めてんのよ <laughs>。ほとんど私の助言と起点と美貌のおかげでしょ美貌はわからんけど、うん。助言は聞いてたね、すごい。いいね。まああんたも少しは頑張ったのは認めるけど。よし、じゃあ。宝玉を手にしよう。いいね。 やった二人は青い宝玉を手に入れた。サブウィンドウで手に入れた宝玉を確認することができます。お確認これあ、すごい、ドラゴンボールだ。1、2、3、4、5、6、7、8、8、8ってないよな。<laughs> 8だから何真鍮なのこれ。8だからパー、パーしパー真鍮だね。やったね <laughs> なんか知らんけど。よし、戻ろう。じゃあ。 これはクリアってことだね。多分。あ、分かった分かった。最初にあった、やつをこれに入れるってことか ?8 だから。じゃあ次は、うん。次緑のとこ行こうか。201。行きましょう。螺旋階段が続いています。階段を登る。えっ、ー、と、登りましょう。 一、一、あ、その前にちょっと女の子に。ここでも聞けるのほら。早く。私のお見合いを働かせるつもり早くおんぶしなさいよ。おんぶやっぱりいいわ。あんた今変なこと考えたでしょ考えてねえわ。<laughs> よし、行こう。うん。半分ほど螺旋階段を登りました。<laughs> 男の子、バテてるわ。体力ねえから。階段の途中に閉ざされた石像と石碑が見えます。あ、これは。要チェックだ。 えっと、石碑を調べるだね。102行こうか。うん。また <laughs> 何これ石には何か刻まれています。なんだろうこれはちょっとわからんな。女の子飛び降りる人の絵かしらあ、飛び降りてんだ、これ。鍵のマークは落ちてる途中に扉を開ける鍵があるみたいよ。 あとはどこから飛び降りればいいのかが分かればいいんだけど。うーん、ちょっと曖昧だな。分かりにくい。どこから飛び降りるじゃあ、行こうか。先に行こう。階段を登る。1、3、2、行きましょう。うん。螺旋階段を登りきると遺跡の頂上に出ました。あ、またなんかトリルるわ。 崩れた壁の上に見覚えのある鳥が1羽止まっています。鳥に近づく。ちょっと女の子ずいぶんと高いとこまで登ってきたわね。ここから1階がよく見えるわ。1階見えるんだ。もし、もしもの話をあんたがここから飛び降りたいって時は ?1 階のページ番号を覚えて、ここで入力すれば。えあ、さっきの、飛び降りってそういうこと ?1 階のページ番号を覚えて入力どこだろうね ちょっといまいちわからん。うーんと。このページ番号、ページ番号ってわかんないな。どういうことだろう。いや、ここから飛び降りとかありえないんだけどさ。<laughs> あんたならうっかりそういうこともあるのかなと思って。あ、ちょっと鳥に近づいてみる ?1、3、3。はい。あ、いたね。あ、今度お腹に、 今度右側に、あの、リャンピングが書いてあるね。これメモっとくはい、鳥が話しかけてきた。二人ともこんにちは。それとも初めましてかのうん、こんにちはだな。よくここまで登ってこれたの。大したもんじゃ。この長い階段には風の加護が宿っておってな。昔はみんなここから飛び降りて、一階まで風に乗って降りたもんじゃ。やっぱ飛び降りる感じか。今も降りれるかはわからんが、勇気があれば試してみてはどうかの かむりを探すなら、また会うこともあるじゃろう。なんか、真ん中出てないからもう一回会うな。え、心当たりがある場合、そのページに移動してみよう。133だから、今132でしょ ?13、え ?13、ちょっと一回戻ろうか。え今132だから、131っていい ?1、 掲示番号だから13、131とかまさか134じゃないよな。あ、いや、あ、3までしかないんだ。ってことは132だから131か。何これなんか全然違うとこ行っちゃったんだけど <laughs>。んあ、終まり。えな、なんかよくわからんとこ行っちゃったな。あ、あ、ゲームオーバーになった <laughs>。やべ。適当じゃダメってことあ、でも、 この前のところに戻ればいいんだね。130はあ、来た飛び降りたってことになったのかこれは。二人は緑の宝玉を手に入れた。やったね。よし、これで。ちょっと女の子。多分これが冠を手に入れる鍵なのよ。だからあんたこれだけ持って帰っても意味ないからね。よし、じゃあこれで見とこうか。あ、ドラゴンボールが三角の。えー、っと、これは。 イ・リアン,サン・算数す、すうだね。<laughs> 違うか。はい。じゃあ、これで、二つ目手に入れましたね。じゃあ、お広間に戻る。はい。であ,あ、と一個だね。うん。数式ってこれだな。どうも。面白い。で、赤。残るは赤。302。行きましょう。